私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今回は政府から4回目ワクチンの接種対象者が発表されました。それによりますと、60歳以上と基礎疾患のある方ということになっています。そして基礎疾患の中には免疫疾患の方が対象となっています。こちらは4月28日の NHK の報道ですが、60歳以上の人や18歳以上の基礎疾患のある人、そして肥満がですね、高い方、BMI が30以上の方は4回目接種をしていただくという報道がありました。そして、基礎疾患の中でですね、免疫に関する方が3項目あります。7番、免疫の機能が低下する病気、治療中の悪性腫瘍を含む。そして8番、ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている方。9番、免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患というものが入っています。そしてこの7、8、9すべての項目がですね、非常に酸化ストレスが上がっているという病態です。酸化ストレスを下げるには炎症、酸化ストレスのイベントを避ける、タバコ、お酒をやめる。糖尿病、肥満のある方は糖質制限をする。そして、エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効だと私は考えています。現在、新型コロナ感染後の後遺症、ワクチン副反応の症状に悩む方々へ、抗酸化配合剤の無償提供が行われています。対象となる方は、この URL から申し込んでください。なお、メールでは受付ができません。抗酸化研究室の情報です。